で、変形障害あるの知ってます？変形障害は水を持ってます？あ、水あります。じゃあ、で口に入れて私が入っていったらどうってね。はい。で、体まっすぐして、いいですよ。はい。結構きついですね。それ、もっと昔から全然気づいたことない。ああ、そうなんだ。それは喉頭蓋ですよ。喉頭蓋が、はい、その食道に行くと肺に行くのをこう分けてでしょ。その喉頭蓋の機能がもうほとんど良くないんですよ。嚥下障害は鼻が1番で、てっぺんが3番で、真ん中が2番で、突き当たりが4番で、ここから5番、6番、7番、8番、9番が喉頭蓋なんですよ。それから声帯が10番です。これは私がつけたんですけど、ずっと順番にあるんですけども、この9番の喉頭蓋が問題なんですよ。で、その部分の喉頭蓋は第1、第2、第3、第3中足骨、第3中足骨の鋭部の外側を、外 EX と45度って言ってます。ここで外の、9っていうことは45度です。で、ここを外45度後ろ、この方向が喉頭蓋の問題です。第1、第2、第3、はい、中足骨の鋭部の外側、はい、ここですよね、はい、で、この場所が1、2、3、ぴったりですね。ぴったり合ってますよ。これを外45度、私の中にセンサーがありますから、45度は私の中にあって、ここでピタッで止まります。この方向で、ここで飲んでみて、はい、飲んで、どうですか？飲みやすい。飲みやすい、はい、わかります？ここでアジャスト、うん、それでもう一回飲んでみて、下ろして、はい、いいですか？これが、でも持続は1日だって。だから、毎日そこやってほしいですよ。それが、いつまで続かずにと、今日がそうだし、苦痛が1日、3日、5日ぐらいは同じ場所です。5日過ぎると3日目は場所が変わります。だから、変わるんだったら自分で読めないとできないと。だから、自分で今私が見つけた場所が、5日間効果あるんで、5日ぐらいは持つことですけど、その先は、だから、多分戻ってくると思いますっていうことですよ。だから人の役に立つことをしたい。